バンディカムは、バンディカムカンパニーが開発している動画キャプチャーソフトウェア。2009年に、バンディソフトが開発し、分社化により、現、バンディカムカンパニーが開発を引き継いだ。PC の画面の動きを動画として保存したり、ゲームのプレイ動画を作成したり、HDMI 接続の外部デバイスの画面の動きを保存したりする目的で使われる。動画だけでなく、 PC 上のサウンドやマイクの音声をキャプチャーすることもできる。また、静止画キャプチャー機能もあり、スクリーンショットを撮ることもできる。バンディカムには、画面録画モード、ゲーム録画モード、デバイス録画モードの3つのモードがある。バージョン4.0、0からは画面録画モードがさらに3つに分かれており、PC 画面上の特定の領域を記録するのに使う、指定した領域キャプチャー。 ディスプレイ全体をキャプチャー対象とするフルスクリーンキャプチャー、マウスカーソルの動きに合わせてキャプチャーするマウス周辺キャプチャーに対応している。ダークテックス、オパングル、ベルコンにより開発されたゲームなどをキャプチャーするときにはゲーム録画モードを使う。また、ウェブカメラ、PC に HDMI 接続したデバイスの画面を記録するデバイス録画モードも搭載されている。 バンディカムはシェアウェアで製品版ライセンスが有料で販売されている。最近では2017年8月にバンディカム4.0がリリースされているが 1X、2X、3X など以前のバージョンで購入した製品版ライセンスはバンディカム4.0でも引き続き使用可能となっている。製品版購入前のテスト目的で使用できる無料版も提供されている。 無料版は連続キャプチャー時間が10分間に制限されており、無料版で作成された動画には ww.bandicam.com w のウォーターマークが出力される。どうしても無料で使いたいユーザー向けに10分ごとに分かれてしまったファイルが姉妹ソフトのバンディカット無料版で簡単につなげられることが公式サイトでも謳われている。また、 画面余白を調整して、ウォーターマークの部分を動画編集ソフトを使って切り取る方法も無料版ユーザーによって紹介されている。バンディカムで作成した動画ファイルは MP4 または AVI 形式で保存できる。静止画キャプチャー機能を使った場合の画像ファイルの形式は BMP、JPEG、PNG である。動画キャプチャーソフトながら、 静止画キャプチャー機能も充実している。0.1秒から9999 99秒まで任意のインターバルで連射することも可能。また、画像ファイルは保存先に保存するだけでなく、CTRLC と CTRLV でクリップボードを使ってスクリーンショットを貼り付けることもできる。動画キャプチャーをしながら音声ファイルを WAV ファイルとして保存する機能もある。 リアルタイム描画機能、予約録画機能、ウェブカメラ映像オーバーレイ機能、ハードウェアアクセラレーションなどの付加機能も充実している。ウェブカメラオーバーレイ機能で使用できる、ウェブカメラは1台のみだが、デバイス録画モードを使用しながら、ウェブカメラオーバーレイ機能を使うことで同時に2台のカメラ映像を録画することもできる。主な対応ビデオコーデックは、下記の通り、バンディカムは、 蒸気の内蔵コーデック以外に外部コーデックにも対応している。対応オーディオコーデックは下記の通り、外部コーデックには対応していない。ありがとうございます。